本日の相談です。会ってない人に LINE を送ってワンナイトで誘いたいです。久しぶりとか元気みたいなことを送った方がいいのか、それともダメなのかわからないです。その人は昔は自分のことを好きだったみたいです。今は違います。全く会っていません。もし送ったとしてもダラダラ LINE を続けるのは嫌です。続くとしても意味のあるものにしたいです。誘うにしてもある程度 LINE が必要だとしてもどんな会話をしたらいいのかわかりません。なるべく早くデートに誘えるようにしたいです。失敗したら多分立ち直れません。絶対に失敗しない方法を教えていただくことはできますか？いつもご視聴ありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎まみです。チャンネル登録、ライク、ツイッター本当にありがとうございます。この動画が少しでもあなたのお役に立てれば嬉しいです。私のチャンネルでは見るだけで恋愛がうまくいくというのをコンセプトに動画を作成しています。お忙しい方やサクッと恋愛の知識を深めたい方に特にお勧めできる内容となってますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お悩みの相談は男性専用のラインアットの方にお願いします。女性はね、女性専用の方にお願いします。ということで、今回は、ご自分に自信がないんですね。自信ないけど、めちゃくちゃ効率よくワンナイトしたいっていう相談なんですね。なるほどね。絶対に失敗しない方法っていうと、やっぱちょっと、送っていただいた内容からして難しいなと思うんですけど、でも成功率を高めるコツっていうのがいくつかありますので、それをねご紹介しようと思います。ということで今日の目次はこんな感じです。そのスタンスでは成功しない、 LINE の送り方、デートの誘い方、やはり夜が狙い目です。では早速やっていきましょう。まずそのスタンスでは成功しないって話からしようと思うんですけど、失敗したら立ち直れないって、すごく不安な気持ちがあると思うんですね。で、このスタンスやったらやっぱり成功めっちゃ低いんですよ。なんでかっていうと、不安やっていう気持ちが相手に伝わるからですね。そんな不安な気持ち、自信がない人とワンナイトしたいなと思う女性ってやっぱりいないんですよ。なので参考にしていただきたい動画があって、抱かれたくなる男性の5つの共通点と、すぐにやれる女の子を一発で見分ける方法っていうのを過去に出してますので、これを参考にしてもらって、自分がこの特徴を兼ね備えてるかどうかっていうのを見ていただきたいと思います。では次、LINE の送り方です。さっきの参考動画で紹介した特徴を兼ね備えているとして、LINE を送るですよね。で、LINE の送り方なんですけど、やっぱり理由をつけて送った方が断られにくいかなと思います。もちろん相手との関係によるんですけど、普通に久しぶりとか元気だけ送っても、もらった相手って何なんてやっぱ思うんですよね。対応に困ってしまうんですよ。だから、久しぶりってもちろん入れてもいいんですけれど、久しぶりに送った理由っていう部分が大事になってきます。例えば、久しぶり、前々からゆっくり話したいなと思ってたんやけど、仕事が忙しくってなかなか連絡できなくてさ、やっと落ち着いたからそっちはどうかなと思って連絡したんだよねみたいな言い方にするとか、あるいは LINE の友達のところを何気なく見てたら名前見つけて懐かしくなって送ったんだよね、今何してんの、俺は今何とかしてるよみたいな感じとかですね。なぜ今まで LINE ができなかったのかですね。そして LINE をしたいと思った理由っていうのをやっぱりさらっと入れると、なんで連絡してきたのかっていうのが分かるから、相手も安心して返事を返すことができます。あと、相手が会ってみようかなって思うような情報をね、さりげなく入れるっていうのもポイント高いですね。あと、アイコンをめっちゃかっこよくなってるアイコンにするとか、そういうですね、ちょっと変化っていう部分をつけた方がいいかなと思います。そして次、デートの誘い方ですね。デートを誘う時も理由つけた方がやっぱり誘いやすいかなと思います。息抜きしに行かないとか、なんとかが好きなんやったらいいお店知ってるから一緒に行かへんみたいな感じとかですね。で、デートの後、やっぱホテルに誘う時も理由をつけた方が相手は乗りやすいですね。理由というか、言い訳を与えてあげるっていうのがいいかなと思います。なので流れとしては、LINE で相手の警戒心を解くような会話をする。で、次にデートにつながる話題を振る。で、デートに誘うという3段階を意識してみるのがいいかなと思います。で、次、やはり夜が狙い目ですね。今回のご要望は、どうやったらワンナイトに誘えるかっていうことだったので、やはり夜のデートの方がおすすめかなと思います。実際にワンナイトした女性もですね、お酒の勢いとか、その場の雰囲気に流されて OK したっていうケースの方が多いですね。多いというか、ほぼそれですね。なので、ちょっとおしゃれなバーとかですね、飲み屋さんに誘うっていうのが理想ですね。で、一緒に飲むときは、必ず相手にしっかりと話をさせることです。相手を褒めて、相手のテンションを上げてあげるとか認めてあげるっていうのが大事ですね。気分が良かったらお酒も進むしですね、心も許します。結果ワンナイトしやすくなるっていうことですね。なので、そうやって気分良くさせた後にお店を出た後、手を握ったりとか肩に触れたりして反応を見るようにしましょう。相手がその行動を受け入れてくれたら、そのままホテルに誘うですね。これも参考動画があって、それはこちらですね。勝ち組確定ホテルの誘い方、渋られても問題なしです。これをね、参考にしていただけたらと思います。
ということでまとめです。まずそのスタンスでは成功しないって話をしました。失敗したら立ち直れへんという不安な気持ちは相手に伝わってしまって、自信ないし不安しかない男と寝たいって思うような女の子はいないってことですね。で次 LINE の送り方としては、 LINE は理由をつけて送るです。で次デートの誘い方としては、デートも理由をつけて誘うっていうことですね。でやはり夜が狙い目に関しては、ワンナイト狙うんやったらやっぱり夜の方が、やっぱりね話は展開しやすいかなと思います。よかったら参考にしていただけたらと思います。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回のね相談に関して言うとさ、失敗したら多分立ち直れないんやったら、トライする理由がわかんないんですよね。でそもそもね、そのお付き合いをしたいわけじゃなくて、ワンナイトしたいだけじゃないですか。やったら、やっぱりね、その後の関係性とか結びつきっていう部分を、その全く必要としてないんだとしたら、まあ、断られてもともとぐらいのスタンスで、やっぱ行くもんなんですよ。それを自分の都合のええようにしたいなって思ってるっていう気持ちがですね、ちょっと透けて見えるなって思います。なんかね、さっさとデート誘って、ワンナイトだけしたいっていう気持ちはダメですね。ワンナイトするにしても、二人の時間を楽しむとか、あとは最低限の礼儀、マナーですね、エスコートする気持ちっていうのもすごく大事になってくるし、そうやって自分には価値があるんだとか、自分のことを大切に思ってくれてるんだって思う人じゃないと、女の子も一夜を共にしたいって思わないんですよ。だからね、その部分をですね、その心構えというか、礼儀っていう部分を、ちょっとですね、先に考えた方がええんちゃうかなと思います。いずれにせよですね、ちょっとそのスタンスでは成功しないので、ちょっと修行が足らんのかなと思います。まあ、よかったらね、参考にしていただけたらと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。